この動画では字幕を表示してご視聴ください。関東大手私鉄全線走破の旅3日目。本編を始める前にこれまでの制覇状況を確認しよう。関東にある大手私鉄、準大手私鉄は10社。そのうちこれまでに全線を走破した会社は3社ある。東急、京急、東武の3社である。西武鉄道は1日目に12路線中11路線を制覇し、残っているのは玉川線のみ。京王電鉄は1日目に新宿から下高井戸までを攻略した。東京メトロは丸の内線を池袋駅からお茶の水駅まで、副都心線を小竹向原駅から渋谷駅まで攻略。京成電鉄は2日目に京成船橋駅から京成津田沼駅までを攻略した。残りの小田急、相鉄、新京成はまだ全く攻略していない。以上が3日目のスタート時の制覇状況である。さあ早速3日目の様子を紹介と行きたいところだが、ここでいきなりとんでもないミスをやらかす。それがこれだ。はい、皆さんおはようございます。本日は1月の8日土曜日、関東大手私鉄、準大手私鉄、全線走破の旅3日目でございます。その3日目旅を始めようかと思ったんですが、ご覧ください、空が明るくなっております。ということはあれです、皆さん3日目にして、やらかしました。起きれませんでした。いやー、寝坊しました。3日目にして目覚ましをかけるのを忘れました。設定ミスしました。その影響でですね、まあ本来であれば、まあ3時ぐらいには起きる予定だったんですけど、全く起きることなく、気がついたら、6時半でした。いやー、やらかしましたね。ということで、まあそれが理由の一つですね。ですね、そして理由2つ目はですね、今日泊まったこちらの京成津田沼のベッセルイン、ここのホテルが快適すぎた。いやー、今までにないほどですね、素晴らしいホテルで、非常にいいお部屋でした。快適に眠れてしまいまして、これ最高の宿で、その結果もう、ぐっすりと眠ってしまいまして、まあ、ホテルが快適すぎるとこういう事態に陥るっていうことがあるってことですね。やらかしました。でですね、3日目このようにですね、もう完全に、空が明るくなってしまっていて、工程ももうね、ぐっちゃぐちゃというか、もう合ってないようなものの状態になっちゃってるわけですけれども、今日どうしようかなっていうふうにちょっと考えまして、今日は1月8日は完全にオフにして、別日に3日目の分をやろうと思います。ということで、ちょっとね、4日目にちょっとやりたいことがあるの で、3日目の分は別日にやるという形でやっていきたいと思います。ということで、3日目の分、別日に飛びたいと思います。どうぞドン。ということで、改めて関東に戻ってきました。2月の12日になります。3日目は京成船橋駅からスタートします。京成津田沼駅からスタートしないのと思われるかもしれませんが、そこは許してください。あのベッセルインの快適なホテルに泊まってしまったら、また寝坊してしまうかもしれませんからね。3日目再チャレンジに際して、京成船橋駅にあるカプセルホテルで1泊して寝坊を防止しました。ちなみに当初の予定では、京成津田沼駅から4時51分発の京成上野駅に乗車する予定でした。この列車は京成船橋駅を4時58分に発車することとなっています。電光掲示板をズームアップすると、4時58分発の列車があるのがわかるかと思います。今回は京成船橋駅からこの列車に乗車して、工程通り
ということにしたいと思います。お許しください。それではよろしくお願いいたします。さて早速チャレンジの様子を見ていくわけですが、チャレンジ当日は京成線のワンデーパスが発売していました。価格は大人が2000円で、成田スカイアクセス線を含む全線が乗り放題になります。フリーパスを買えば改札を通る手間がなくなるので、多少高価でも買う価値はあります。ということで現金2000円を投入して購入しました。こちらがワンデーパスとなります。領収書も確実にゲットしておきましょう。さあ改札を通過します。切符を投入して入場。目的の4時58分発の上野行きは1番線から発車します。階段を上りましょう。未明なのでホームには自分以外誰もいません。さあやってきました。3日目の最初の列車、1日目、2日目も含めると90本目の列車となります。普通列車の京成上野行きです。早朝なので当たり前のごとくガラガラ。そして扉が閉まります。さて京成本線をのんびりと西へ進みます。列車は京成八幡駅に到着しました。ここで都営新宿線と乗り換えできます。次に列車は市川真間駅に到着。ここで優等列車が各駅停車を追い越すことがありますが、この列車は追い越しはありません。さらに京成小岩駅に停車。ここでも追い越しはありませんでした。そして目的地の京成高砂駅に到着しました。ここで別の線路に乗り換えるので下車します。お世話になった列車をお見送り。京成上野駅まで乗車しなくてすまんな。行ってらっしゃい。さあエスカレーターを上ります。こちらが京成高砂駅のコンコースです。これほど人がいない京成高砂駅を見て異様に映る人もいるのではないでしょうか。さて次の路線に乗るためには改札を通過する必要があるので切符を通します。そしてもう一回通過。これで次に何に乗るのか分かりますよね。さあ次に京成高砂駅で一旦京成本線の攻略を打ち切って乗車するのは京成金町線です。京成高砂駅を5時27分に発車する京成金町行きです。京成高砂駅を帝国で発車。発車後しばらくは高架区間を走行します。そしてものの数分で終点の京成金町駅に到着です。これで京成金町線の攻略が完了しました。記念すべき京成線の1路線目の攻略が完了です。京成金町駅に到着したら駅名表をバッチリ撮影します。さあ折り返しの列車で京成高砂駅に戻ります。京成金町駅を5時35分に発車する京成高砂行きに乗車します。またしても数分で京成高砂駅に戻ってきました。高架ホーム5番線に到着です。ちなみにこの5番ホームは2010年の7月、成田スカイアクセス線の開業直前に業用を開始しました。それまでは金町線の列車は本線系統の列車も使用する4番線で主に発着していました。さて金町線の改札を抜けます。煩わしいですが構造上仕方ないですね。さて階段を下ります。次の列車を待っている間にひときわ異彩を放つ列車がやってきました。こちらの列車は AE 型スカイライナーです。かっこいい。どうやら回送列車のようですね。これから京成上野駅へと向かう予定かと思われます。回送列車が発車するときも発車ベルが鳴るようですね。
そして回送列車が発車します。いってらっしゃい。スカイライナーを見送ってしばらくすると目的の列車がやってきました。京成高砂駅を5時52分に発車する京成押上線都営浅草線直通の特急羽田空港行きです。京成高砂駅を出ると列車は他の列車と並走しました。青戸駅までは京成本線は空腹線となっているので他の列車と並走することがあります。実際に並走する様子を車内から見ると迫力満点です。列車はそのまま青戸駅に到着しました。向こうの列車の方が到着が早かったようです。扉が閉まり、こちらの列車が先に発車。青戸駅からは京成押上線に突入します。青戸駅の次の駅である京成立石駅付近は連続立体交差事業が行われています。車内からその様子を確認することができます。東の空を見ると明るくなってきているのが分かりました。夜の青と太陽の赤のコントラストが大変美しいです。そして列車は押上駅に到着しました。これで京成押上線攻略完了です。7000個ある京成線のうち2路線をクリアしました。押上駅到着後も下車せずこのまま乗り続けます。ここからは都営浅草線に入ります。そして数分で下車、降りたのは浅草駅です。浅草駅では乗り換え時間が少ないので急ぎます。改札を通過、浅草駅のコンコースをかけます。そしてまた改札通過、入ったのは東京メトロ銀座線です。2番線ホームに上がってきました。そして列車に無事間に合いました。浅草駅を6時9分に発車する渋谷行きです。無理なご乗車はおやめください。はい、下車しました。上野駅です。ここでも乗り換え時間は少なめ、改札を足早に通過。そして早朝の誰もいないコンコースをかけます。ここのコンコースは非常に長い、体力を削られます。到着しました。次に乗るのはまた京成線、京成上野駅からまた京成本線に乗車します。切符投入、改札通過。さて目的の列車は止まっているでしょうか。いました。カメラ左側にいる白い車体の電車、さっきも見た列車です。何に乗るかもうお分かりですよね。先頭に行ってご尊顔を撮影できるか試みます。撮れました。相変わらずめちゃくちゃかっこいい。というわけでここからは京成電鉄の看板列車、京成スカイライナーに乗車します。京成上野駅を6時20分に発車するスカイライナー5号の成田空港行きです。さあ車内へ乗車、乗る。非常に清涼感のあるモダンなデザインがお出迎えです。席に座る前に扉が閉まりました。そして発車、スカイライナーの快適な旅のスタートです。京成上野駅は地下駅ですが、同駅を出てしばらくすると地上へと上がってきます。そしてすぐに JR 線をオーバーパス。 JR 線は線路が10本あるので大迫力、まるで大きな川を渡るようです。 JR 線を渡るとすぐに日暮里に到着します。日暮里駅を出るとしばらくの間都心の住宅街の合間を抜けていきます。ここで朝の間食を取ります。列車は住宅街を抜けて非常に高い高架区間に入りました。青戸駅に到着です。列車はここで停車、このスカイライナーは青戸駅に停車します。
青砥駅にスカイライナーが停車するようになったのは2020年4月からのことです。当時は早朝の成田空港行きと夜間の京成上野駅のみ停車していました。しかしその後スカイライナーの利用者数が大幅に減少したため、2022年よりおおむね1時間に1本停車するようになりました。乗降が完了し、列車は再び青砥駅を発車。ちなみにこの時点で京成本線は京成上野駅から京成津田沼駅まで踏破しました。そして列車は京成高砂駅を通過します。京成高砂駅を出た後は線路を転線し、成田スカイアクセス線に突入します。転線が完了してすぐ、進行方向左側に京成電鉄の高砂車庫が見えました。高架を上がって進行方向右手には美しい朝焼け。成田スカイアクセス線に入ると列車は高速走行を開始します。列車の速度は時速 128km、 めちゃくちゃ速いです。しばらくすると新鎌ヶ谷駅を通過します。ここでは新京成電鉄と東武野田線が乗り換え可能です。スカイライナーは新鎌ヶ谷駅を通過するので、当然未乗路線の新京成線には乗り換えずスルーします。列車の速度は時速85キロ付近まで落ちていました。朝だからなのかスピードが遅いです。列車は千葉ニュータウン中央駅を通過。ここも時速80キロ付近、スピードが遅いので爽快感は少ないですが、その分静かに走行してくれます。沿線には雪が残っていますね。千葉ニュータウン中央駅の次は印西牧之原駅です。この駅からは北総線の車庫線が分岐しています。その車庫線は高架を上り、進行方向右側へと去っていきました。そしてさらに印旛日本医大駅を通過。これで北総鉄道は終わり、純粋な成田スカイアクセス線となります。列車の速度が上がってきました。通常の在来線では最高速度は時速130キロですが、この列車はそれより速い速度を出しています。成田スカイアクセス線でのスカイライナーの最高速度は時速 160km。 まだまだ速度を上げていきます。列車の速度は時速155キロまで到達。外の景色はこんな感じ。日の出の景色も美しいですが、何よりその景色の流れるスピードが速いです。そして車内から聞こえる走行音は新幹線と遜色ありません。そして列車は成田湯川駅を通過します。京成電鉄の最新列車3100型と相対しました。成田湯川駅を通過してしばらくすると列車が減速し始めました。まだ地上区間を走行中、成田空港まではまだ距離があります。あらら、一体どうしたんだ。さあ地上区間で列車は線路の分岐側へ分岐しました。進行方向左側に線路が2つ見えます。そして列車は停車します。お客様にご案内いたします。上り列車の通過待ちをいたします。7分頃の発車予定です。発車までしばらくお待ちください。というわけで上り列車の通過待ちを行います。ここは猫屋信号場です。京成スカイアクセス線は成田湯川駅から成田空港駅まで単線のため、ダイヤによっては途中で行き違いを行う必要があります。この猫屋信号場の周辺は何もないため乗降ホームは設置されませんでしたが、列車同士の行き違いができるようにするため、線路が部分的に2つ増える信号場が設置されました。さあ信号場の説明をしている間に上りスカイライナーと相対、高速で通過していきます。上り列車とすれ違ったら進路が開通するので出発します。猫屋信号場を出発したらすぐに空港第2ビル駅に到着します。
ということで地下区間に突入し、空港第2ビル駅に到着しました。カメラには映っていませんが、ここで京成本線と合流します。空港第2ビル駅を発車。この後すぐに終点の成田空港駅に到着します。空港第2ビル駅から数分で成田空港駅に到着しました。これで京成線7路線中3路線目、成田空港線、通称成田スカイアクセス線を制覇しました。エスカレーターを上りましょう。エスカレーターを上がって、こちらが京成成田空港駅のコンコースになります。少し歩いて左手にはアクセス特急が発着する1番線があります。さて、次に乗車する路線に乗るため、コンコース内にある中間改札を通過します。3番線ホームから発着する列車に乗車します。次に乗車する列車はこちら、成田空港駅から京成本線に乗車します。成田空港駅を7時19分に発車する普通列車の京成上野行きです。発車間際、向こう側に JR の E235系が見えました。そして扉が閉まります。列車は最初の停車駅、空港第2ビル駅に到着。そして発車。ここから列車は分岐側の成田スカイアクセス線方面には行かず、そのまま直進して京成本線へと入っていきます。トンネルを抜けてすぐに左側からの線路と合流。ここは狛江の信号場という信号場で、ここで本線と東成田線が分岐しています。ここで下車することはできないので、このまま京成成田駅へと向かいます。東成田線は後ほど攻略する予定です。狛江の信号場からしばらくして、列車は京成成田駅に到着します。この普通列車はここで下車。時間があるので列車を見送ります。京成上野駅までかなり長い道のりですが、頑張って。さあ、階段を上り下りしまして、5番線にやってきました。次はこちら、京成東成田線の列車に乗車します。京成成田駅を7時34分に発車する芝山鉄道線直通の芝山千代田行きです。列車の扉が閉まりました。列車は京成成田駅を狛江の信号場方面に発車。先ほど通ってきた道をしばらくの間逆走します。狛江の信号場に戻ってきました。ここで直進方向に進んでいきます。ここからが京成東成田線です。そして東成田駅に到着です。狛江の信号場からわずか2分程度で到着しました。ここで東成田線は終点なので下車。ここから先、列車は芝山鉄道線に直通します。お世話になった車両をお見送り、ありがとうございました。さあ、東成田に到着です。ご覧ください。元成田空港駅ということもありまして、現在使用している1面2線のホームのさらに左手側のホームに、このようにさらに1面2線の発着線が存在します。現在使用停止中ということで、かつての成田空港は映画を極めた駅とは思えないですね。閑散としています。さて、この完全に昭和な空気、古びた空気が漂うこのホームから、今回は成田空港駅まで歩こうと思います。実況で行こうと思います。じゃあ大変そうだな、頑張ろう。改札口は反対側。いやいや、昭和な空気がすごいね。あ、見てくださいよ、これ壁面が剥げてる。すげえ、出口のフォントもすごいこりゃすげえな。はい、じゃあ一回出ようと思います。空港第2ビルへの連絡口ですね。成田空港じゃなくて空港第2ビル駅行きましょうか。
いやすごいな、この圧倒的廃墟感。誰もいない、延々と通路が続いてますよ。人も僕しかいないわ。まあ、ちょっとこの方向で、まあ、空港第2ビル行きましょうか。まあ、成田空港駅行ってもよかったんだけど、まあ、成田空港行ったしね。空港第2ビルの駅構内がどんなもんかっていうのはちょっと見たいよね、逆に。そういう意味じゃこっちに行って正解かも。まあ、とりあえず元気に歩いていこうと思いますよ。おなんか看板がありますね。京成東成田まで 100m、 空港第2ビル 400m、 長いな。乗り換えには余裕があるから構わんけど、歩きますね。昔は結構ここ歩いてたのかな、みんな。お疲れさん、今は便利になったよ、みんな。なんと新幹線の駅を使ってね、成田新幹線を使う予定だった駅を使って、京成線の電車が成田空港、そして空港第2ビルに乗り入れてますよ、昔の皆さん。ああ、でも匂いも結構昭和の匂いが漂いますね。芝山鉄道線乗車記念証発行開始、ただし発行休止。意味ね、看板の意味がね。いや、ほんと人が全然いない。ようやく向こうに一人いるぐらいな感じかな。見えますかね、一人いるのが。そのぐらいですよ。さ、あと100メートルだそうですよ、空港第2ビルまで。頑張って歩いていきましょうか。乗り換えは多分余裕ですね。あ、着きました。第2、第3ターミナルだって。で、どこから入るんだ？ここからは入りませんってどういうこと？とりあえず入るか。ありました、ありました。こちらです、京成本線8時4分快速特急、京成の無料の看板特急。早速改札を通過しましょう。こちらが空港第2ビル駅のコンコースの様子です。成田空港駅と雰囲気はあまり変わりません。エスカレーターを下ります。次の列車は3番線から発車します。電車が来るまで待ちましょう。成田空港駅でもそうでしたが、京成線のホームのすぐ隣には JR の線路とホームがあります。成田新幹線の設備を流用していると先ほど言いましたが、それは京成だけでなく JR も同様です。だからすぐ隣に線路とホームがあります。さあ、やってきました、京成本線経由快速特急の京成上野行きです。と、電車がやってきましたが、後ろ2両が1番線成田スカイアクセス線側にはみ出して停車してしまいました。ご覧の通り、後ろ2両が成田スカイアクセス線側に停車し、そして扉も開いています。これは1番線と3番線とでホームの長さを両方8両分用意することができなかったためです。3番線側は6両分しかホームの長さがありません。列車はそんないびつな状態からドア開閉、そして空港第2ビル駅を発車しました。さて、京成成田駅に戻ってきました。今日で2度目です。今度は真ん中のホームに進入しました。進路が開通しました。京成成田駅を発車します。ここから先は2乗区間、この快速特急で京成本線を攻略します。列車は相互参道駅を通過します。隣にスカイライナーが停車していました。この相互参道駅には総合車両基地という車両基地が併設されています。京成電鉄で最も規模の大きな車両基地で、京成の看板特急であるスカイライナーもここまで改装されます。列車はしばらくして京成桜駅に到着しました。桜市の京成側の主要駅です。さらに列車は八千代台駅に到着です。他線との接続がない京成電鉄の駅の中では最も乗降人員の多い駅です。そして列車は京成津田沼駅に到着です。2日目の行程でも訪れた京成津田沼駅、久しぶりにやってきました。快速特急をここ京成津田沼駅で下車。
これで京成線7路線中5路線目、京成本線を完全制覇しました。乗り換えに時間があるので列車のお見送りをします。終点京成上野駅まで無事に行ってらっしゃい。京成津田沼駅から別の路線に乗り換えます。電光掲示板には次に乗る列車の表示がすでにされています。エスカレーターを降りていきましょう。さあ列車がやってきました。京成千葉方面からやってきて折り返すようです。さあ折り返しの列車に乗車します。次は京成千葉線を攻略します。京成津田沼駅を8時55分に発車する普通列車の千原台行きです。列車は定刻で京成津田沼駅を発車。京成千葉線の攻略開始です。京成津田沼駅を出るとすぐに JR 線と合流、並走します。列車は京成幕張本郷駅に到着しました。 JR 線と並走し続けます。今成田エクスプレスと相対しました。しばらくすると JR 線とは離れて単独で走行します。そして間もなく京成千葉駅に到着します。京成千葉駅は JR の千葉駅と乗り換え可能な乗降人員の多い駅です。京成千葉駅を出ると JR 内房線と並走します。そしてすぐに千葉中央駅に到着します。ここで京成千葉線は終点となります。これで京成線7路線中6路線クリア。ここから先は京成千原線に直通します。千葉中央駅を発車すると線路が複線から単線へと変化します。ここからは列車同士の行き違いは途中の駅で行います。列車は千葉寺駅に到着です。ご覧の通りホームが両側にありますが、右側には線路が敷かれていません。準備工事だけされていて使用されていないのです。そして列車は千葉中央駅から数分で終点千原台駅に到着しました。ここで京成千原線は終点となります。これで京成線を全線走破しました。お世話になった車両のご尊顔をバッチリ撮影します。先ほども申し上げた通り京成千原線はここで終点です。この先にも路線を延伸する計画がありますが、実現のめどは立っていません。ホームの西側にはご覧の通りホームなどを増設するスペースがあります。さあ千原台駅に到着したら同じ列車で来た道を戻りましょう。ついに1日目から通算で100本目の列車、千原台駅を9時33分に発車する京成津田沼行きです。列車は千原台駅を勢いよく発車していきます。千葉中央駅まで戻る途中、学園前駅で反対方向の列車と行き違いをしました。行きの列車でも学園前駅で列車同士の行き違いをしていました。千葉中央駅を越えてさらに京成千葉線に入りました。車両基地に JR の209系房総バイシクルベースが停車しています。列車は終点の京成津田沼駅に到着。ここまで戻ってきて次の会社の路線の攻略を行います。列車を下車、そしてホーム反対側の列車に乗車します。次に乗車するのは新京成電鉄です。京成津田沼駅を10時9分に発車する松戸行きに乗車します。京成津田沼駅を発車すると単線となり右へ急カーブします。京成線とはここでお別れです。列車は新津田沼駅に到着。駅の手前で線路が増えます。またこの駅の徒歩圏内に JR 津田沼駅があり乗り換えが可能です。列車は新津田沼駅を出てしばらくすると北習志野駅に到着しました。ここからは見えませんが、ここで東洋高速鉄道と交差しており乗り換えが可能となっています。そしてしばらくすると高架区間に突入します。まもなく初富駅に到着します。ここから北初富駅まで
高架区間となっています。この高架橋は2019年の12月から上下線とも高架に切り替わりました。そして列車は間もなく新鎌ヶ谷駅に到着です。左への超急カーブを曲がった先にあります。ここで東武野田線と成田スカイアクセス線と乗り換え可能ですが、両路線ともすでに攻略済みです。北初富駅を出ると高架を下り、そして北総鉄道線をアンダーパスします。さらに進行方向左手にくぬぎ山車両基地が見えました。ここが新京成電鉄の車庫になります。途中の五甲駅で新京成線の最新車両8万系と相対しました。最新車両なのでぜひ乗りたかったのですが、旗から見るだけとなってしまいました。列車はさらに矢柱駅に到着しました。この駅の徒歩圏内に JR 武蔵野線の新矢柱駅があり、乗り換えが可能となっています。そして終点の松戸駅に間もなく到着です。到着の少し前に JR 常磐線が合流してきました。列車はシーサスクロッシングで転線して7番線に着きます。列車は無事に松戸駅に到着。これで新京成電鉄を完全攻略しました。大手私鉄、準大手私鉄、実車中5社、半分クリアです。記念の駅名標撮影を行います。さあ階段を上って改札を出ましょう。改札の外に出てきました。こちらが松戸駅です。さあ新京成電鉄の攻略が完了したので、次の会社を攻略すべく JR の改札を抜けましょう。ホームに降りてきました。そしてすぐ特急列車が高速で松戸駅を通過していきます。問題発生です。これから乗ろうとしている常磐快速線、11時1分発ですが4分遅れだそうです。これはまずいぞさあその4分遅れの列車がやってきました。常磐線普通列車の上野行きです。今回はこの列車のグリーン車に乗車します。追加料金を払うことで普通より一段高級な座席に座ることができます。グリーン車に乗ったので心置きなく完食ができます。ベースフードさつまいも味のクッキーとチョコ味のパンでエネルギーチャージです。列車は松戸駅から一駅北千住駅に到着しました。北千住駅はこの旅で2回目です。さらに進んで東北本線と合流、合流後すぐに日暮里駅に到着です。日暮里駅からは東北本線に入ります。今乗っている列車は一番東側の線路を走行しているため、大量に並んでいる東北本線の線路を一望できます。線路が大量に並び、そこを列車が走る様はまるで川ですね。さあ終点の上野駅に間もなく到着します。上野駅は地上階と地下階の2層構造の駅ですが、この列車は地上ホームに到着します。上野駅に無事到着。そして階段を上り下り、常磐線の列車が遅れてしまったので予定を変更して7、8番ホームに降り立ちます。列車はまだ来ていません。さあ次は上野東京ラインを利用します。上野駅を11時31分に発車する熱海行きです。上野東京ラインもグリーン車を利用します。なるべく体力を温存していたいですからね。ここで追加料金を払う価値があると思います。上野駅を発車すると急カーブと分岐器を通過するためゆっくり走行します。今走行している上野東京ラインは平日の朝の東北本線の非常に激しい混雑を緩和するために建設されました。平日朝の東北本線の上野から御徒町までの間は混雑率 200% を超える日本一混雑する路線でした。
2015年に上野東京ラインが開通したことにより、並行する山手線の混雑率は 160% 台まで減少しました。そして秋葉原駅を抜けると、上野東京ラインとして建設された高架区間に突入します。ここの真下には東北新幹線が走っています。上野東京ラインの秋葉原から東京までの間は、既存の東北新幹線の高架橋の真上に継ぎ足して高架橋が建設されました。列車は順調に東京駅に到着です。ここからは東海道本線に入ります。東京駅を出てしばらくすると、東京総合車両基地多摩地センターという車庫が見えてきます。2015年の上野東京ライン開業と、それに伴うダイヤ改正により、この車庫に留置する車両数が減少しました。ダイヤ改正後、この車両基地は再整備が行われ、規模が縮小されました。規模縮小によって空いた用地にはオフィスやホテルが新しく建つ予定となっています。さらにそれらの近くに高輪ゲートウェイ駅という新しい駅が設置されました。さあ品川駅に到着しました。ここで下車します。品川駅で素早くコンコースを移動します。次に乗るのは JR 横須賀線です。列車はまだ来ていません。無事に乗り継ぐことができそうです。さあ列車がやってきました。品川駅を11時47分に発車する逗子行きです。さあ品川駅を発車します。進行方向右側には多数の線路が見えます。ここで線路が2本分岐していきました。あの線路は山手貨物線といい、大崎駅までは成田エクスプレスのみが使用します。さらに線路をオーバーパス。直下にあった線路は湘南新宿ラインと臨海線の線路です。しばらくするとオーバーパスした湘南新宿ラインの線路と合流します。ここからは横須賀線と湘南新宿ラインが同じ線路を走行します。列車は西大井駅に到着。ここで下車します。列車から下車しました。ここで次の列車に乗り換えるため列車のお見送りをします。JR の電車は長いですね。最後尾が抜け切るのにかなり時間がかかりました。西大井なんて中途半端なところで下車したのには理由があります。次の列車はこちらに乗車します。やってきたのは埼京線の列車。そう、次は JR 相鉄直通線に乗車します。西大井駅を11時54分に発車する普通列車の海老名行きです。車内はガラガラです。開業したばかりの路線なので利用者が少なくて当たり前ですね。列車は次に武蔵小杉駅に到着します。この駅で JR 南武線と東急東横線に乗り換え可能です。湘南新宿ラインおよび横須賀線のホームは2010年に開業しました。開業によって利用者が激増し、現在日本で最も混雑のひどい路線の一つとなっています。さらに駅ホーム自体も混雑が激しいため、現在下り新ホームの建設が進んでいます。武蔵小杉駅を出てここからがこの列車に乗る最大の理由となります。この列車は武蔵小杉駅を出てしばらくすると貨物線の方に分岐していきます。横須賀線から離れ貨物線を走行します。進行方向右側には新鶴見機関区が、左手の方には新川崎駅があります。今走っている線路にはホームがないので新川崎駅は通過です。さらに進むと線路が一本左の方に分岐。あれは南武線につながる新手貨物線です。
列車はしばらくして東海道線と京浜東北線をオーバーパスし、東海道貨物線と合流。ここが鶴見駅です。鶴見駅でもホームがあるところを通らないので、ここも通過します。鶴見駅を過ぎると線路がだんだんと下がり、地下へと潜っていきます。ここからは東海道貨物線を走行します。長い長いトンネルを抜けると横浜羽沢の貨物ターミナルに到着します。ここで列車はさらに上り線をアンダーパスする線路に進入します。トンネルを抜けてすぐのところで羽沢横浜国大駅に到着。この羽沢横浜国大駅は JR と相鉄線の境界駅です。そう、ここ羽沢横浜国大駅から相鉄線の攻略を開始します。列車の扉が閉まりました。相鉄線でまず最初に攻略するのは相鉄新横浜線です。この路線は2019年に相鉄と JR が相互直通運転をするために建設されました。まだ建設されてから日が浅いため、トンネルの壁面が非常に真新しいです。ちなみに2022年の秋頃から、先ほどの羽沢横浜国大駅と日吉駅を結ぶ新区間が開業予定です。これにより新横浜駅を境に東急電鉄とも相互直通運転を行う予定です。列車は約2キロほど走って地上区間に戻ってきました。西谷駅に到着です。これで相鉄線で最初の路線、新横浜線の攻略が完了しました。ここで別の列車に乗り換えます。階段を上り下りして3番線にやってきました。階段を降りるとちょうど列車がやってきました。西谷駅を12時21分に発車する快速の横浜行きです。乗り換え時間が2分しかなかったのですが、無事に乗り換えできました。西谷駅を出ると次は星川駅に停まります。この星川駅は最近連続立体交差事業によって高架化されました。真新しい高架橋が非常に心地よいです。星川駅の次の停車駅が横浜駅です。どこでバスか分かんないじゃん。本日3度目の横浜駅です。 JR 松戸駅から一度も改札を抜けていないので、ここで一旦改札を抜ける必要があります。横浜駅に到着したら券売機で相鉄線の1日乗車券を購入します。価格は大人1人当たり740円。時間があまりないので素早く購入します。無事購入できました。今度はこの1日券で改札内に入場します。次に乗車するのは相鉄線内で最上位の種別、特急の海老名行きです。横浜駅を12時38分に発車します。まだ時間があるので先頭に移動します。先頭の方が撮れるアングルが多いですからね。先頭に到着。全面展望をかぶりつきたいと思います。さあ、横浜駅を無事に発車しました。駅を勢いよく出ていきます。横浜駅を出て西横浜駅で列車が3本留置されているのが確認できました。そして列車は星川駅を通過します。星川駅を出てしばらくすると西谷駅に到着です。列車の到着と同時に相鉄新横浜線からの列車も到着しました。西谷駅を出てここからが未乗区間です。列車は鶴ヶ峰駅を通過。この駅にはすでにホームドアが設置されていました。そして列車は二俣川駅に到着。ここで相鉄泉野線が分岐しています。二俣川から先も引き続き特急列車で相鉄本線を進みます。次の大和駅は地下駅となっています。ここで小田急江ノ島線と乗り換え可能ですが、そのまま相鉄本線を進みます。大和駅を出てしばらくすると柏台駅を通過します。
ここには柏台車両センターという車両基地があります。そして進行方向右側より線路が分岐していきます。こちらは相鉄厚木線という路線で、旅客営業はされていません。したがってこの路線は制覇対象外となります。厚木線と分かれたら小田急小田原線と合流。終点の海老名駅に到着です。これで相鉄路線3路線中2路線を制覇しました。海老名駅に到着したらホーム反対側の列車に乗り換えます。次に乗る列車はこちら、海老名駅を13時6分に発車する快速の横浜行きです。海老名駅での滞在時間はわずか2分。現在相鉄の海老名駅では改良工事が行われていますが、それを見学する余裕なく折り返します。柏台駅に帰還。この電車は西谷駅まで各駅停車なので柏台駅に停車します。さあ二俣川駅に戻ってきました。ここで快速列車を下車します。乗り換えに時間があるのでお世話になった車両をお見送りします。さらば。二俣川駅で下車したら次は相鉄泉野線を攻略します。二俣川駅を13時34分に発車する各駅停車の湘南台行きです。横浜方面からの列車と接続します。海老名方面への列車が先に発車していきます。本線からの列車との接続が完了したらこちらの泉野線の車両も発車します。二俣川駅から伸びる4本の線路のうち泉野線に直通するのは真ん中の2本です。列車は勾配を登っていき本線の下り線をオーバーパスしていきます。車内で相鉄と東急の相互直通運転を宣伝する広告を見つけました。開業が楽しみです。そしてこちらが相鉄の最新列車2万系の車内の様子です。車内のガラガラさと合わせて非常に涼しげな雰囲気がします。列車は泉野駅に到着しました。相鉄泉野線には通勤特急が唯一優等列車として存在しますが、その通勤特急が唯一泉野線内で停車する駅がここ泉野駅です。泉野駅を出てしばらくすると終点の湘南台駅に到着します。湘南台駅は地下駅なので手前から地下に潜ります。終点の湘南台駅に到着。これで相鉄泉野線を完乗しました。相鉄線全線を完全乗車。10社ある関東大手私鉄会社のうち6社をクリアしました。相鉄線をクリアしたのでここ湘南台駅から別の会社の攻略を開始します。まずは改札を抜けます。相鉄のフリー切符はここでお役御免です。湘南台駅で新しい切符を購入します。小田急線1日全線フリー乗車券、価格は大人1人2000円と少し高めとなっています。お札を投入。なかなか撮影しながら投入するのは難しいです。はい、切符が出てきました。この切符で小田急線を攻略します。改札を通過。湘南台駅から1番線藤沢片瀬江ノ島方面に向かいます。階段を上るとなんとちょうどよく乗る予定の電車が発車。遅れ4分だと。ああ、しまった。各駅停車乗れませんでした。これで遅れ4分となると、まずいかな、若干。高速の快速急行で追いかけます。本来の予定であれば、各駅停車で片瀬江ノ島駅に向かう予定でしたが、乗り遅れてしまったものは仕方がない。後続の列車で終点を目指します。14時ちょうどに発車予定だった快速急行の片瀬江ノ島行きが、4分遅れで到着しました。
開始ご案内いたします。先ほど柿生駅と町田駅で体調を崩されたお客様の救護活動を行った列車がありました。その影響で現在下り方面の一部の電車に遅れが発生しております。この列車につきましては3分ほど遅れて湘南台を発車しております。本日ご不便ご迷惑をおかけしておりますことをお詫びいたします。というわけで列車が遅れていますが、とりあえずこの列車で片瀬江ノ島駅まで行きたいと思います。これが今後工程が崩れるフラグにならないことを祈ります。さて間もなく藤沢駅です。藤沢駅に到着前に東海道本線をオーバーパスしました。オーバーパスが完了すると藤沢駅に到着です。ちょうどよく各駅停車の片瀬江ノ島行きが発車していきました。本来であれば乗り換え可能なはずでしたが、遅れの影響により接続はなくなったようです。藤沢駅は首都圏では珍しいスイッチバック構造の駅です。見てわかる通り先の線路は途切れています。さあ扉が閉まりました。先ほどとは列車が逆方向に進んでいきます。先ほど見てきた景色を逆再生します。藤沢駅を出て5分ほどで終点の片瀬江ノ島駅に到着です。ここ片瀬江ノ島駅が小田急江ノ島線の終点になります。列車は10両編成のため一番ホームが長い1番線に入線しました。無事終点の片瀬江ノ島駅に到着。乗り換えに時間があるので駅の見学をしましょう。改札の外に出てみます。駅舎を出て振り返るとご覧の通り竜宮城のような特徴的な駅舎であることがわかります。この駅舎は2020年から供用を開始しましたが、先代の駅舎も竜宮城のような駅舎でした。先代の駅舎の雰囲気を新駅舎は受け継いでいます。さて片瀬江ノ島駅の駅舎の撮影が完了したら改札を通って駅構内に戻りましょう。次に乗る列車は来た時の列車と同じ列車です。折り返して片瀬江ノ島駅を14時29分に発車する快速急行の新宿行きです。さあ扉が閉まって快速急行出発です。この列車で本格的に小田急江ノ島線を攻略します。すぐに江ノ島線の相模大野方面の線路が左側から合流してきました。先ほども述べた通り藤沢駅でスイッチバックします。藤沢駅の駅名表を撮影。列車の進行方向が変わって再び出発。今度は右側の線路を走行します。藤沢駅を出て数分で湘南台駅に戻ってきました。そして発車。ここからがこの列車での攻略区間となります。快速急行は江ノ島線を高速で走行します。ご覧の通り途中の駅を華麗に通過していきます。そして列車は大和駅に到着です。今日2度目の大和駅になります。ここで相鉄本線と乗り換え可能です。相鉄本線の時は地下駅に到着しましたが、小田急線の場合は森戸区間に到着します。そんな大和駅はもちろん下車せずそのまま乗り続けます。まだまだこの列車で江ノ島線の攻略を進めます。さあ間もなく江ノ島線の始点相模大野駅に到着します。江ノ島線の上り線はご覧の通り相模大野駅到着前に小田原線をオーバーパスします。そして巨大な駅舎の真下を通過。一瞬地下にいるみたいです。列車は無事に相模大野駅に到着。これで小田急線で最初の路線小田急江ノ島線をすべて乗り通しました。相模大野駅からは小田急小田原線に直通します。列車の扉が閉まって町田新宿方面へ進みます。相模大野駅を出て一駅町田駅に到着です。
この駅は小田急の駅の中では2番目に利用者の多い駅です。基本的に鉄道会社の利用者の多い駅は都心部に近い駅に集中する傾向があるのですが、都心から30キロも離れた駅で乗降人員が2番目に多いとはかなり意外です。町田駅を出て次の停車駅は新百合ヶ丘駅です。急行と接続するため、この列車は分岐器を分岐側に通過して6番線に到着します。ここ新百合ヶ丘駅で下車します。ここで快速急行とはお別れ、お世話になった車両をお見送りします。快速急行を見送ったら階段を上り下りして3番線にやってきました。次は新宿方面から来た列車に乗車します。新百合ヶ丘駅を15時21分に発車予定だった多摩線各駅停車の唐木田行きです。先ほどの運行トラブルの影響か定刻より2分ほど遅れてやってきました。次の乗り換え時間が2分しかないので、これはかなり心配です。列車の発車直前、特急ロマンスカ GSE が右手脇を通過していきました。かっこいい特急の走行する姿が見れてよかったです。さあ、小田急線を一旦離れ多摩線の攻略に移ります。多摩線は盛り土の上を通るので見晴らしが大変良いです。列車は小田急長山駅に到着します。映像では分かりませんが、今映っているホームの向こう側に京王相模原線の線路があります。そして終点の唐木田駅に到着です。列車は分岐器で転線して3番線に到着。これで小田急線では3路線中2路線目多摩線の攻略が完了しました。さあ、列車はそのまま2分ほど遅れて唐木田駅に到着したので、急いで次の列車に乗りに行きます。ここでの乗り換え時間はわずか2分、列車の遅れは約2分、実質乗り換え時間0分だが乗り換えできるか。行っちゃった。2分乗り換えてできなかった。マジか。2分乗り換えしようと思ったんだけど間に合わなかった。いやー、階段上り下りさせられると、いや、しまったな。これはまずいぞ。というわけで突然の乗り継ぎ失敗。湘南台駅から片瀬江ノ島駅に行くとき、これはフラグかと思いましたが、ズバリ的中してしまいました。これはどうする？工程の立て直しができるだろうか。とりあえず車庫からやってきた後続の新百合ヶ丘方面の列車に乗車します。唐木田駅を15時49分に発車する各駅停車の新宿行きに乗車します。各駅停車に乗ってすぐ次の駅、小田急多摩センターで下車。ここで別の路線に乗り換えます。次の列車の乗り換え時間も短め、急いで改札を通過します。そして小田急線の駅を出て隣の駅は京王多摩センター駅です。京王ファンの皆さん、お待たせいたしました。いよいよ京王電鉄の本格攻略に入ります。残念ながら鑑賞に浸る間もなく、急いでフリー切符の購入を行います。乗り換え時間が少ないから焦る焦る。切符が出てきました。大人1人当たり900円の京王線井の頭線1日乗車券です。早速その切符で改札を通過、階段を駆け上がります。階段を駆け上がるとちょうどよく列車がやってきました。多摩センターでの乗り換え成功です。快速列車の橋本行きに乗車し、相模原線から攻略を開始します。さあ、相模原線の車内で工程の再考を行います。1日でノルマを達成することはまだ可能かと思いますが、ある列車に乗りたくて座席を予約済みのため、できれば工程を元に戻したい。諦めなければ、諦めなければ必ず道はある。鉄道全線走破チャレンジの旅は人生と同じ。たとえ途中で失敗しても必死に再考して再起を図る。
道中の撮影が少なくなりますが、お許しください。工程の練り直しをしている間に列車は相模原線の終点橋本駅に到着です。この電車の到着ホームの反対側にはあと1分で発車する各駅停車が止まっています。現段階ですでに遅れているので、この列車にはぜひ乗車したい。乗れるか？乗れた。乗れました。橋本駅を16時2分に発車する各駅停車の調布行きに乗車します。さあ、この調布行きの列車の中でも工程の練り直しをしていました。その間に列車は近く間に突入、そして近く間で列車と並走しました。列車はここ調布駅で行き止まり、ここで下車します。同時に京王相模原線を全線走破しました。6路線ある京王線のうち一番最初の制覇路線です。エスカレーターを上がって下り線ホームに来ました。次は京王本線に乗車します。調布駅を16時34分に発車する準特急の京王八王子行きに乗車します。現在は京王線に存在しない種別の準特急ですが、このチャレンジ旅をしている時はまだ種別が残っていました。調布駅を出ると列車はすぐに地上へと浮上します。さあ、撮影することを犠牲にした必死の再考によって今後の工程がある程度定まりました。前面を覗くと真正面には夕日が、めちゃくちゃ眩しいです。列車は高畑不動駅に到着です。ここから支線が分岐しています。準特急を高畑不動駅で下車、ここで京王線の攻略を一旦打ち切ります。駅名表は移動しながら撮影、乗り換え時間が少ないので急ぎます。京城駅舎を渡って1番線に移動します。さあ、列車はすでに1番線に停車中です。次に攻略するのは動物園線です。高畑不動駅を16時55分に発車します。さあ、列車の扉が閉まりました。わずか一区間だけの短い路線ですが、しっかり攻略します。動物園線はほぼ全区間が多摩モノレールと並走しています。少しわかりづらいですが、進行方向右側に見える高架橋が多摩モノレールです。列車は無事に終点の多摩動物公園駅に到着しました。これで京王線6路線中2路線目動物園線の攻略が完了しました。お世話になった車両のご尊顔を撮影します。多摩動物公園駅に到着したら同じ列車で来た道を戻ります。17時5分発の高畑不動行きです。テーマパークからの帰宅客と共に移動します。車内は大変賑やかです。高畑不動駅に戻ってきました。動物園線の往復完了です。高畑不動駅から再び京王線の攻略を再開します。3番線ホームに降りてきました。調布駅から高畑不動駅までは準特急に乗ってきましたが、今度は特急に乗車します。高畑不動駅を17時12分に発車する京王八王子行きです。高畑不動駅を出ると次は北野駅に到着します。北野駅では高尾線が分岐しています。今回はここで乗り換えはせず、このまま京王八王子駅に向かいます。北野駅を出ると次の駅が終点の京王八王子駅です。京王線はここで終点となります。線路もここで行き止まり、当然ここで下車します。そしてここで猛ダッシュ。京王八王子駅から JR 八王子駅まで7分で移動します。超猛ダッシュのせいで途中の様子全く映していませんでした。しかしその甲斐もあり、7分の乗り換えに無事成功。八王子駅を17時27分に発車する
中央特快の高尾行きに乗車します。下車するのはもちろん終点の高尾駅です。高尾駅でも乗り換え時間は短め、京王線の連絡改札に向かいます。 JR の改札を一旦出て別の改札から京王線内に入ります。切符を通して回収。京王の高尾駅構内は人が少なく静かです。目的の列車はまだ来ていません。無事に乗り換えできそうです。列車がやってきました。高尾駅を17時40分に発車する準特急の高尾山口行きです。高尾駅から高尾山口駅までは山の中です。日は沈み、まもなく夜を迎えます。終点の高尾山口駅に無事到着。終点の駅名表を撮影します。高尾山口駅に到着したら、来た列車と同じ列車、17時48分発の準特急新宿行きで高尾に戻りつつ高尾線の攻略を行います。高尾山口駅を無事発車。辺りが暗くなってきました。そして列車は高尾駅に到着です。ここから北野駅方面が未乗区間となります。高尾駅を出てしばらくすると北野駅に到着です。ここで進行方向左側から線路が合流。これが京王本線です。京王高尾線の乗車はここでおしまい。これで京王高尾線の攻略が完了し、京王線6路線中3路線の攻略が完了しました。北野駅からも引き続き準特急に乗車して新宿方面に進みます。さあ、準特急に乗り続けて下車したのは府中駅です。ここで準特急とおさらばします。さあ、次は府中駅で連絡した18時19分発の各駅停車新宿行きです。各駅停車に乗車して向かう目的地は東府中駅です。ここから京王線の支線が分岐しています。わずか一区間のみの乗車となりました。各駅停車と入れ違いで準特急が通過していきます。東府中駅からは競馬場線を攻略します。府中競馬正門前行きは時間帯によって発着する番線が異なるようです。現在時刻は18時20分ということは、次の列車は2番線からの発車となります。はい、ということで2番線にやってきました。2番線にはすでに列車が止まっています。18時28分発の府中競馬正門前行きです。発車前にちょうどよく高尾山口行きの各駅停車が到着。接続をしますが、乗り換えてくるお客さんはいませんでした。列車は定刻で東府中駅を発車。京王線から離れます。そしてものの2分程度で府中競馬正門前駅に到着です。これで京王線6路線中4路線目競馬場線の攻略が完了しました。府中競馬正門前駅を下車。当たり前のごとくホームには誰もいません。自分だけの寂しい状況ですが、気にせず折り返していきましょう。18時36分に発車する東府中行きです。扉が閉まり発車。来た道を戻っていきます。京王線が再び合流してきました。東府中駅に到着です。東府中駅のコンコースはとても綺麗ですね。東府中駅には各駅停車しか止まらないので、当然次に乗る列車は各駅停車です。18
18時41分発の新宿行きです。各駅停車に乗車して下車したのは武蔵野台駅です。さあ駅の改札を出て猛ダッシュ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 。あったぜ白糸台、忘れねえよお前のことは。来てる来てる、マジ来てる。ということで武蔵野台駅からダッシュで西武多摩川線の白糸台駅に来ました。武蔵野台駅と白糸台駅は少し離れてはいるものの徒歩で乗り換え可能な距離にあります。ダッシュで移動して7分で乗り換えに成功。18時50分発の武蔵境行きに乗車します。車内はガラガラ、ゆっくり休むことができそうです。進行方向左側で別の列車と並走します。向こうに見えるのは JR 中央線の列車です。列車は無事に武蔵境駅に到着しました。ここが西武多摩川線の始発駅になります。 IC で改札を抜けます。そしてまた改札を通過。電光掲示板を見ると次の列車は5分後の19時6分発です。さあ時間があるので列車のご尊顔を撮影しましょう。白糸台駅から乗ってきた電車にまた乗車します。西武多摩川線のこれまさ行きです。さあ扉が閉まりました。この電車で西武多摩川線の環状を目指します。進行方向右側で並走していた中央線とお別れ。そして白糸台駅に到着しました。ここからがこの列車での攻略区間となります。さらに進んで終点のこれまさ駅に到着です。これで西武多摩川線を完了しました。同時に西武線全線の走破が完了しました。1日目から乗り続けてようやく全線走破です。西武鉄道の攻略完了により大手私鉄10社中7社が攻略完了しました。これまさ駅に到着したら改札通過の儀式、そしてまた同じ列車に乗車します。これまさ駅を19時21分に発車する武蔵境行きです。さらばこれまさ、わずか3分の滞在でした。さあ下車したのは白糸台駅です。京王線を一部乗り残しているので白糸台駅から武蔵境駅に向かいます。乗り換え時間は8分。行きに比べると乗り換え時間が1分長いですが、それでもダッシュで行かなければ間に合いません。目的の列車に乗るためにもここは意地でも走り続けます。さあ見えてきました、京王線の武蔵野台駅。京王八王子駅方面に列車が通過していきます。そして改札を通過。階段を降りてホームに降り立つと列車はいない。乗り遅れたか？いえ大丈夫です。乗り換え成功です。列車がまだ駅に来ていませんでした。武蔵野台駅を19時33分に発車する各駅停車の新宿行きです。とりあえず乗り換えができて一安心です。さあ各駅停車を下車。降りたのはもちろん調布駅です。今日2回目の調布駅訪問となります。ここで各駅停車をお見送り、そして後続の準特急新宿行きに乗車します。調布駅の発車時刻は19時44分です。列車の扉が閉まります。準特急で京王線の攻略を加速させます。夜の住宅街をかけていき、列車は明大前駅に到着です。
ここで井の頭線と交差しています。しかしここで乗り換えるようなことはしません。まだまだ京王本線の攻略を進めます。そして列車は新宿駅に到着です。京王線の新宿駅は地下駅となっています。京王線の改札を抜けます。これで京王線の全線が攻略完了。京王電鉄6路線中5路線の攻略が完了しました。ここで一旦京王線を離れ別の会社線の攻略を行います。新宿駅を出てまた改札を通過します。入ってきたのは小田急線です。23番線ホームへと上がります。目的の列車はすでにホームに停車していました。さあお待たせしました。唐木田駅での乗り継ぎ失敗の後、校庭を取り戻そうと必死に走り回ったのはこいつが理由です。無事に乗ることができました。新宿駅を20時20分に発車する特急ロマンスカーホームウェイ11号小田原行きです。この列車は小田急の最新車両7万型 GSE での運転です。早速車内に入っていきましょう。こちらが GSE の車内。新車のいい匂いがします。そして確保した座席がこちら。全面展望が楽しめる先頭座席です。1ヶ月前から予約していました。唐木田駅で乗り継ぎ失敗した時は乗れないのではないかとヒヤヒヤしましたが、いやはや頑張った甲斐がありました。さあ列車は帝国で新宿駅を出発。ロマンスカーの超超快適な旅のスタートです。皆様こんばんは。今日はロマンスカーをご利用くださいましてありがとうございます。この列車は20時20分発ホームウェイ11号小田原行きです。列車は7両です。1番前から1号車2号車の順で、1番後ろが7号車です。座席は全てが指定席です。自由席はありません。ご利用にはお持ちの乗車券、定期券類のほか、ホームウェイ11号指定の特別急行券が必要です。券面の番号をお確かめの上、指定の席へとおかけください。この先の停車駅並びに到着時刻をご案内いたします。次は町田です。町田20時50分、海老名21時2分、本厚木21時6分、秦野21時19分、終点小田原には21時37分の到着予定です。次は町田に停まります。ただいまから車内に車掌が参りますので、ご用のお客様はお知らせください。ロマンスカーをご利用くださいましてありがとうございます。車掌さんめちゃくちゃイケボやな。男の自分でも思わず聞き惚れてしまいました。さて車内放送をしているうちに列車は代々木上原駅を通過しました。車内放送をしている最中に4駅も通過です。そして代々木上原駅を通過すると地下区間に入りました。ここは元は地上を走っていた区間ですが、次に通過する下北沢駅周辺の連続立体交差事業に伴って地下化されました。線路が地下化されたことで周辺地域の交通は劇的に改善されています。列車は下北沢駅を通過。下北沢駅を通過してしばらくすると列車は再び地上区間へと復帰します。
さて、ここでようやくお夕飯を食べたいと思います。しばらく通勤電車しか乗っていなくて食べる余裕がありませんでしたからね。もうお腹ペコペコ。小田急新宿駅のホームで駅弁を購入しました。列車は成城学園前駅付近を走行中。代々木上原駅から続く福福線を楽しみながら食べましょう。ちなみにお弁当の中身はこんな感じ。美味しそうじゃあありませんか。さて、列車は間もなく福福線区間の終端である登戸駅を通過します。代々木上原駅からここまで 11.7km も続いていました。登戸駅を出ると下り線は線路が2本から1本に収束します。さらに高架区間が終了し地平へと降りていきます。地平区間をしばらく進むと列車は新百合ヶ丘駅に到着します。そして通過。この特急ロマンスカーは新百合ヶ丘駅には停車しません。さらに町田方面へと進んでいきます。駅弁食べ終わりました。美味しかった。さあ、小田急線内の中核ともいえる町田駅に到着しました。ズームアップするとすぐ前を通勤列車が発車していきました。小田急線のダイヤの過密具合がうかがえます。列車は静かに町田駅に停車しました。さすがの静粛性といったところでしょうか。静かすぎて降り損ねないように注意が必要ですね。停車中に対向のロマンスカーと相対。回送列車でした。さあ、扉が閉まって町田駅出発です。次の停車駅は海老名駅です。町田駅を出るとすぐに相模大野駅を通過します。相模大野駅まではすでに昼過ぎに乗った快速急行で乗りつぶしましたが、ここからは未乗区間となります。列車は多数の分岐器を低速で通過。これは近くに大野総合車両所があり、かつ少し厳しい S 字カーブがあるためです。列車は間もなく海老名駅に停車します。進行方向左側で停車している電車は相鉄本線の電車。海老名駅に来るのは今日2回目です。列車は定刻で海老名駅を発車。言い忘れていましたが、進行方向右側には海老名検車区があります。海老名からご乗車のお客様、ご利用くださいましてありがとうございます。ホームウェイ11号小田原行きです。まもなく本厚木に到着いたします。本厚木の次は花野に停まります。お出口は左側です。降りの際は足元にご注意ください。海老名駅を出てすぐに本厚木駅に到着です。次の本厚木駅は他路線と接続、もしくは連絡運用を行っていない日本の私鉄の駅の中では最も利用者の多い駅です。厚木市の中心駅であり、東口から徒歩3分のところには厚木市のバス路線が集結する厚木バスセンターがあります。ロマンスカーが停車する歴史も非常に長い本厚木駅。 GSE は静かに停車します。本厚木駅を出ると街の明かりは少なくなります。そしてそれに合わせるように列車の運行本数も減少します。まもなく秦野に到着いたします。秦野の次は終点小田原です。お出口は左側です。というわけで秦野駅に到着です。この駅も町田駅や本厚木駅ほどではないものの、特急ロマンスカーの停車本数が多い駅です。名前の通り秦野市の中心駅です。ここ秦野駅で急行列車を追い越します。次は終点の小田原駅です。秦野駅を出て山を越えていきます。松田町に入ると東名高速道路をアンダーパス。
そして新松田駅の手前で進行方向右側に線路が分岐していきます。これは松田連絡線という線路です。 JR 御殿場線に直通する特急富士山が主にこの線路を通っています。さらに列車は新松田駅を通過。これで峠越えが完了し、ここから小田原駅に向かって列車の本数が増加します。新松田駅から10分ほどで小田原駅に到着です。小田原駅に到着する直前に列車は右へ急カーブ、そしてその最中に東海道新幹線を潜ります。東海道新幹線を抜けた先には光光としたホームの明かりが見えてきます。77分のロマンスカーの旅もここでおしまい。大パノラマの全面展望ともここでお別れです。全面展望好きの私にとっては大変名残惜しいですが、どんなに楽しい祭りのような時間もいつかは終わるもの。仕方ないですが下車したいと思います。小田原駅に無事到着。これで小田急小田原線を全線走破しました。同時に小田急線3路線全線クリア。関東大手私鉄実車中8社クリアです。小田原駅に到着したら来た道を戻らず改札を抜けます。小田急線1日全線フリー乗車券はここでお役御免です。さあ小田急線を出たらすぐ右にある階段を降ります。やってきたのは新幹線乗り場。そう、次は新幹線に乗車します。あらかじめ購入しておいた切符で改札を通過します。ホームに上がると乗る予定の新幹線がすでに到着していました。次に乗る列車は小田原駅を21時44分に発車するこだま750号東京行きです。こだま号の前面を撮影している間に新幹線が1本通過。さすが新幹線、闇夜を切り裂く姿は超超かっこいいです。新幹線のドアが閉まります。この列車で一気に首都東京に戻ります。さあ下車したのは品川駅です。今日2回目の品川駅。この関東大手私鉄全線走破の旅では通算で3回目の訪問です。3回目の訪問でようやくゆったり品川駅構内の撮影をします。1回目では下車しませんでしたし、2回目は乗り換えが忙しくて撮影する余裕がありませんでしたからね。いつもは人でごった返す品川駅ですが、夜10時過ぎとなるとさすがに空いています。さあ品川駅3回目の訪問では3、4番ホームに降り立ちます。さてこちらが品川駅3、4番ホームです。めちゃくちゃ広々としていますね。こちらのホームは2021年の12月に拡幅されました。ホームが拡幅される前は私が今立っているところに京浜東北線の北行きの線路がありました。京浜東北線の北行きの線路は品川駅の改良工事により3番線から4番線に移転したため、空いた用地を生かしてホームが拡幅されました。さあ拡幅されたホームの紹介をしている間に次に乗る列車が到着。22時17分発の山手線外回り電車です。次は渋谷、オレンジは左側です。山手線に乗車して降りたのは渋谷駅です。ここで乗り換えます。 JR の渋谷駅は現在改良工事が行われています。駅構内は工事の囲いがそこかしこに設置されています。さて JR の改札を出て次は京王線の改札にやってきました。京王電鉄の攻略で最後の攻略路線になります。京王井の頭線です。改札にフリー切符を通します。列車がちょうどよく到着しました。折り返し急行の吉祥寺行きとなります。発車時刻は22時45分。十分時間があります。さあ、扉が閉まりました。さらにホームドアも閉まります。
渋谷駅を発車、京王井の頭線を急行列車で一気に攻略します。列車は最初の停車駅、下北沢駅に到着です。ここで小田急小田原線に乗り換え可能です。小田急線はすでに全線攻略しています。続いて明大前駅に到着、京王本線と乗り換え可能ですが、ここもすでに攻略済みです。次は永福町駅、ここで先行していた各駅停車を追い越します。永福町駅の次は久我山駅に停車します。久我山駅到着直前に富士見ヶ丘検車区を通過します。そして久我山駅の次の停車駅が終点の吉祥寺駅です。吉祥寺駅に無事到着、お世話になった列車のご尊顔をバッチリ撮影します。もう京王線には用がないので改札を通過します。京王線のフリー切符もこれで役目を終えました。お疲れ様。さてこの吉祥寺駅到着をもって京王井の頭線を全線走破、さらに6路線ある京王線すべての路線を走破しました。自社ある関東大手私鉄のうち9社の攻略が完了です。残る関東大手私鉄の路線は東京メトロだけとなりました。現在時刻は23時ちょうど、これから荻窪駅に行って丸の内線を攻略するくらいは可能かもしれません。しかし3日目の行程はここ吉祥寺駅で終了です。東京メトロの攻略は次回にしたいと思います。なぜここで終わりにするのかというと、東京メトロの攻略は別のチャレンジ旅と合算で行いたいから。もちろんこの時点で関東大手私鉄、準大手私鉄全線走破に必要な日数は4日ということが分かりきっているというのもあります。そして動画的にもここで締めるのがちょうど良いというのもあります。何はともあれ次回をお楽しみに。次回は首都東京を股にかけた究極の戦いとなります。それではまた、バイバイ。